お口開けてください。口元美容香織です。今日は45歳の男性の方が来られたんよね。で、ずっと歯のところぷくっと海袋ができてるって、今まで行ってた歯医者さんではちょっともう見ときましょうか、観察しましょう、またお薬飲んどきましょうって、それだけやったらちょっと心配いうことで来てくれはったんやんか。ほんでレントゲン撮ってみたら、どうやら中で産んでる様子。これはかぶせ外して土台も取って中の治療をやった方がいいかもねっていうことで、かぶせを外して土台を取るということをしていきました。そうやねん、この金属の心棒、土台のところ、これがめちゃくちゃ大きかったりしたら、とんの難儀すんのよね。削っても削っても削ってもまだあるやん、どうすんのいうぐらいめっちゃ時間かかったわ。こんな感じで治療してます。見てねー。産んでる歯やからさ、痛かったらあかんしな、あんまり刺激加えたらあかんしなと思うから、ちょっと揺さぶってみたりとかってしにくいのよ。だからもう削っていくしかなくって、ガン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 に削ってたんよね。時間かかって、もう患者さんも口開けてるの大変やと思うねんけど、もうこればっかりは取らんことには歯の中触られへんからしゃあないのよね。本当に頑張っていただいてありがとうございますって感じでした。で、こっから歯の中の海を取っていけるように治療していきます。歯が崩れて歯茎の中の方まで歯かけてないいうとこがあったりしたから、治療がやりやすいように歯の壁作っていって、歯茎の血が混じってけえへんように、唾液が入ってけえへんように囲い作ってから歯の中を消毒していくっていうことをしていきます。こんな感じで結構コツコツ時間かかんのよ、歯医者さんの治療。え、まだですか、すぐ終わらないんですかって思ってはるかもしれへんけど、コツコツ作業やねんね。結構
でも土台になる根っこのところってめっちゃ重要やん。上になんぼええもん作ったってさ、中があかんかったらまた治療ですねみたいなことになってしまったら嫌やから、だから根気よく頑張っていかなしゃあないときあんで。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。公式 LINE に登録していただいたら綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために私が監修しました虫歯予防のための PDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたらセルフケアセットが詰まった南郷屋歯科にオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。